本項目では、東京駅のバス乗り場について記述する。東京都千代田区丸の内に位置する東京駅周辺のバス乗り場に発着する。一般路線バスは、都営バスや、都営バスと、相互乗り入れしていた民営バスが多数発着していたが、地下鉄の延伸、開業の度に減少し続け、2014年現在は、都営バスは、丸の内北口と、 丸の内南口、八重洲南口に旧系統が乗り入れるのみとなっている。都営以外では、東急バスが丸の内南口に乗り入れ、東京駅に乗り入れる民営バスは、同社が唯一となっている。一方、1969年6月10日の、東名ハイウェイバス開設にあたり、当時の日本国有鉄道が八重洲南口に拠点となる、バスターミナルを整備したことをきっかけに、 東京駅八重洲南口が東京都心部における高速バスターミナルの拠点の一つとなり全国から多数の高速バスが乗り入れている。なお、JR が関与しない路線は東京駅八重洲口から外堀通りを挟んだ東側の八重洲中央口前交差点周辺の路上バス停に停車する。この一帯には長らく待合施設などはなかったが、 京成バスは2014年に待合スペースを設けている。また、東京空港交通らが鉄鋼ビルディング内にバスターミナルを設けているほか、高速ツアーバスから転換した事業者向けの拠点として、東京駅単野橋駐車場がある。なお、東京駅周辺に分散している非 JR 系バス会社の乗り場は、2020年代以内をめどに、 駅前に建設予定の高層ビル地下のバスターミナルに集約される予定である。駅前再開発工事中のため、丸の内南口横と駅前広場に乗り場が分散したが、2017年3月1日より駅前広場内に集約された。都営バスの定期券売り場もこの一角にある。正式な停留所名称は、都営が東京駅丸の内南口、東急。 京王は東京駅南口である。このほ他、鳩バスは丸の内南口から南へ進んだガード下のエリアを定期観光バスの発着拠点として切符売り場、待合室、売店をガード前の両方向に乗降場を設置している。また、日の丸自動車工業も観光周遊バス、スカイバス東京の拠点として丸の内南口の三菱ビル内に切符売り場を ビル前に乗降場を置いており、無料巡回バスの丸の内シャトルも停車する。なお、西東京バスの深夜急行バス、東京駅南バス停は、東急バスの東京国際フォーラムバス停と同一箇所であり、東京駅よりも有楽町駅に近い。JR 東日本と JR バス関東が2020年10月24日より、 運行を開始した竹芝地区への無料巡回バス、JR 竹芝水素、シャトルバスが、東京駅、ステーションホテル前のバス乗り場に発着する。丸の内おわぞ前にあった都営バス乗り場が2017年11月6日より、駅前広場内に移設された。同時に、乗り場番号も、丸の内南口からの連番に改版された。 後述の JR 高速バスターミナルの外側に、都営バス専用の3面のホームを有する。東京駅アエ口の周辺整備のため一時、移転していたが、2014年3月14日に、元の乗り場に戻っている。豊見水産不頭からの直行例2系統の校舎、及びコミックマーケット開催日の、東京ビッグサイト行きの黒点例1系統の、上項は、 東京駅八重洲南口のリバ向かいの外堀通りにある臨時バス停を使用する外堀通り北駅鉄鋼ビル前2014年の時点で鉄鋼ビル建て替え工事のため日の丸自動車工業の停留所が一時移転し元の位置から少し先の日立自動車交通の停留所を一時的に共用していたが 建て替え工事の終了に伴い、2016年9月12日より、日の丸自動車工業の停留所が50メートルを副橋寄よりに再移転して、日立自動車交通との停留所の共用を終了した。以降、事業者ごとに停留所が分かれ、以下の路線バスが停車する。都営バスは停車しない。 バスロータリー前の永代通り。バス停名は、五福橋。東京駅丸の内北口発着の路線が停車する。高速バス乗り場は6地区に大別される。最大の乗り場地区は、八重洲南口にある、東京駅高速バスターミナルである。東京駅高速バスターミナル、八重洲中央口交差点周辺に散在する各社の、バス停東京駅八重洲北口バス停東京駅。 丸の内北口バス停東京駅、丸の内南口バス停、東京駅丹野橋駐車場バス停、八重洲南口前の高速バス乗り場八重洲南口の一角に位置し、JR バス関東が営業、同社と高速バス事業者45社及び、東京都交通局が使用するバスターミナルである。旅客鉄道会社との管理地にまたがって存在する。 別名東京駅 JR 高速バスターミナル、東京駅八重洲口バスターミナル、東京駅八重洲南口バスターミナルなど。2017年10月、高速路線については現名称に一本化した、ブランディングを開始した。国鉄バス時代から独立した窓口が設置されており、分割民営化、バス分車化後も自動車駅の、東京駅という位置づけである。もともとは、 当面ハイウェイバス並びにその夜行便である、ドリーム号のターミナルであり、待合施設等も最低限のものであったが、ドリーム号のエリア拡充、さらには1987年運行開始の、筑波号を端緒とするときは高速バスの拡充や1989年運行開始の、鹿島号をはじめとする東関東道方面への路線展開などに伴い、発着系統が増大し、施設が、 手狭になっっていったこのため、窓口の拡充とともに校舎ホームを日本橋口に移転し、さらにはもともと3面であったホームを駅前広場ギリギリの4面にまで拡大して対応してきたが、2008年に窓口を八重洲南口改札前に移転した上でホームを北側に増設。さらには八重洲口の再開発に合わせて、 施設改善が行われ、2011年3月23日に窓口を少し南寄りのグランルーフ1階に移転し、2013年12月11日には、グランルーフの下に8面のホームを持つ新しい高速バスターミナルが完成、各路線の乗り場が大幅に変更された。また、乗り場正面だけでなく、6番乗り場後方にも発車標が設置された。 なお発車ホームは2014年4月21日に急面に拡充している。発着路線、東海道ヒル、特急、ドリーム号については、経路やグレードごとに異なる相性の便が存在するが、便宜上一つにまとめる。行き先、経由地の詳細は、各路線記事を参照のこと。のついた路線は深夜バスあり。発着路線、 JR バス関東の公式案内に基づくが、続行便の有無や、多便の発車遅れなどにより、乗り場が変更になることがある。突起なき限り、いずれのバス停も、東京駅あえ口ぐちを名乗る。事業者ごとに停車場所が異なる。京成バス以下の3カ所の停留所を管理する。3カ所の乗り場はかなり離れている。このうち2番乗り場は、都営バスが、 東京ビッグサイト直行便用の臨時バス停として使用することがあるほか、かつては銀ブラバスもここからが発着していた。京成バス系以外の路線も停車するが、京成バス以外は東京駅あえす口と称する。いずれももともとバス停のみで発見窓口がなかったが、京成バスでは2014年7月23日より2番乗り場と3番乗り場のほぼ中間に当たる。 ヤエスロータリービル1階2階に乗車券類の発売窓口や待合所等の設備を兼ねた京成高速バスラウンジを開設している。さらに2019年4月25日より東京駅直結のヤエス地下街に京成高速バス案内カウンターを開設し、京成高速バスの乗車券発売並びに各種案内業務を行っている。 3番乗り場には1台分しか停車スペースがなかったが、乗り場の前後にもスペースを確保して3台停車できるようにした。また、バス停前にあったビルが取り壊されたため、そのスペースに屋根付きの待合所と自動券売機を設置した。それぞれの発車路線は以下の通り。のついた路線は深夜バスあり。BE トランセグループやエス地下街に10番出口。 八重洲通り沿いの元東京建物ビル前、京成バスの東京駅一番乗り場の隣単なるバス停のみで発見窓口はない。以下の路線が停車する。なお、各路線とも、東京駅、銀座、下の目行きは乗車停留所向かい側の八重洲通り、旧ヤンマービル前が降車場所となる。東京駅高速バスターミナルから発車する、エアポートバス東京。 成田も到着便は、統合前のザーアクセス成田が使用してきた旧ヤンマービル前で校舎となる。東北急行バス、東北急行バス、東京駅アイス通り停留所やアイス地下街22番、出口、セブンイレブン日本橋3丁目店前。東京駅から約250メートル離れており、東京駅アイス通りを名乗る。単なるバス停のみで、発見窓口はない。 鉄鋼ビルバスターミナル、八重洲北口、鉄鋼ビルディング1階に整備された、バスターミナル。2016年3月1日開業。八重洲南口にあった、リムジンバス乗り場がこちらへ移転した。のついた路線は深夜バスあり。東京駅丸の内北口の丸の内ホテル丸の内、おわぞ前のバス停に、東京空港交通の羽田空港業、成田空港業のリムジンバスと、 国際工業バス、省内交通が運行する鶴岡、坂田方面への夜行高速バス、夕日号が発着する。リムジンバスは、東京駅丸の内北口、夕日号は、東京駅丸の内北口という名称を用いている。2019年5月15日より、三菱ビル前のスカイバス東京2番乗り場バス停に、関東バス、京阪バスが運行する、夜行高速乗り合いバス。 東京ミッドナイトエクスプレス、京都号が発着する。東京駅、丸の内という名称を用いている。丸の内丹野橋駐車場を2013年8月からの、九路線系ツアーバスの乗り合い転換に際し、受け皿となる都内の停留所の一つとして、八重洲南口から450メートルほど南の、丸の内丹野橋駐車場を、バスターミナルとして整備したもの。 最寄りの出口は、京葉地下八重洲口で、地上の出口を基準とした場合、東京駅と有楽町駅のほぼ中間にあたる。東京メトロ、有楽町線銀座一丁目駅も近い。駐車場内では、バスの前方や歩行者通路の途中などバスの運行や、乗客に支障となる場所での写真撮影が、禁止されている。駐車場と、名前はついているが、 2013年7月25日24時をもって普通自動車の駐車場としては閉鎖された。乗り場は特に決まっておらず、係員がバス到着時に乗り場番号を放送とモニターで案内する。日本橋口前の高速バス降り場、東京駅日本橋口改札北側。八重洲南口の東京駅高速バスターミナルを 利用する路線の東京側の到着場所として使用され、ここから発車する定期バス路線は存在しない。京葉線が東京駅まで延伸するまでは、東京ディズニーランド行の東京湾岸線が発着していたほか、貸切バスの乗降場としても使用されていた。現在、八重洲口付近各所に分散している高速バスの停留所について、 JR バスが発着する東京駅、高速バスターミナルを除く8つを集約する計画がある。2015年9月3日に開催された内閣府の国家戦略特別区域会議で示されたもので、東京建物が東京駅前八重洲1丁目東地区に、三井不動産が八重洲2丁目北地区にそれぞれ建設する高層ビルの地下フロアに新ターミナルを設置して、 地下街を通じて、東京駅ともつなげるとしている。当初は、合計13バースのバスターミナルが2020年の東京オリンピック前の開業を目指して、建設予定とされていた。さらに、上記2カ所に加え、三井不動産などが、八重洲2丁目中地区に建設する、高層ビルの地下2階に7バース設置する計画がある。敷地面積はいずれも、 約5000平方メートルであるため、3地区合計では20バース、15000平方メートルの大規模なバスターミナルとなる。高速バス、空港連絡バスのほか、定期観光バスも発着する予定。付帯設備として、待合ラウンジや、パウダールームなどが設けられる。これらは2021年から2024年にかけ、順次整備される。 2020年6月22日、UR 都市再生機構により、自動車ターミナル法に基づくバスターミナルの運営事業者の募集が開始された。その後、2020年12月18日、UR 都市機構が取得を予定している、ヤエスバスターミナルの運営事業者を、京王電鉄バスに決定。計画では、2022年8月に、北地区の開業を予定しており、 さらに2025年には東地区、2028年には中地区の開業を予定している。ありがとうございます。